外国人雇用協議会、GAEFN について、ということで、あ、すいません、ありがとうございます。私はグローバルパワーという会社をやっているのと同時に、一般社団法人外国人雇用協議会っていう、社団法人をですね、今全部で会員も含めると今50社以上に、なりましたけれども、立ち上げて今2年半、経ちます。で、この外国人雇用協議会っていうのはどういう協議会ですかっていう、どういう社団法人ですかって言いますと、今ずっとね、マサとお話を、まあ、これからマサも帰ってもらえるということで、その、趣旨はですね、いわゆる日本で、わざわざ日本でしか使えない日本語を学んで、日本でしか通用しない日本の文化を踏襲して、この日本で活躍しようと願っている外国人の人々。いわゆる、高度っていうところまで行ってない。ただ、今噂のその単純労働って、僕、言葉があまり好きじゃないですけど、誰かが決めた単純労働っていう、非熟練のような、要はブルーカラーとかですね、不人気職種のところの人たちでもない。この真ん中の、今僕らがずっとこの時間話してたような、大学をちゃんと出たり、もしくは専門学校出たり、そうですね、日本の文化をちゃんと分かって、日本にもちゃんと住んでた人たちをもっと日本の社会に、活躍できる場を、広げていこうと。いうのを趣旨に作った、社団法人で、今外国人雇用協議会で今ちょっとね、最近特定技能の、話です。いません、ここがベラベラしちゃった特定技能のところでいろんな話が世の中に出ていて、ある週刊誌では外国人雇用協議会が今回の特定技能の裏黒幕で、特定技能に関してこうやってるっていう、何にもそんなことないんですけども、私たちがやってるのは、先ほど申し上げたように、いわゆる中核技能の人材を、日本の社会で活躍してもらおうと。だから今回の特定技能のところの、いわゆるブルーカラー人材を、僕らは全くその、ターゲットが違うというか、趣旨が違うので、全く今回の特定技能に関しては外国人雇用協議会が、何か関与したとかいうことは全くないんですがそんなことを、まあ、言われているようなところも最近出てきてですね、まあ、いずれにせよ、ただ、私たちの主張が足りないだけだからそういう話になっちゃってると思うので、今後は、まあ、坂井さん、梅沢さん中心として、本当にそのいわゆるその特定技能に僕ら反対とか賛成とかそういうことも守備範囲違うんで、僕らが狙っているその 中核技能の人材をもっと企業が採用できやすくなったり、今実際問題って、今就職の支援やってるじゃないですか。そうですね。で、留学生の今4年生とか3年生の支援してますよね。そうです。早稲田の子も他の学校の子もいますよね。います。すいません、早稲田って結構高いと。ちょっと高い。だけど、早稲田で日本で就職したいっていう留、ちなみに早稲田の留学生って今何人いるんですか？留学生は5000人ぐらいですね。早稲田大学にだけ、だけで留学生が5000人いるんでしょ？で、5000人いる人たちのうちで何人ぐらいが就職希望してるんだろう、大体。70% です。70%。はい。で、それはもうデータがある。あります。それはキャリアセンターが持っているデータがある。国際化だと思う。国際化が持っているデータが 70% 日本で就職希望してるんです。そうです。で、70% 就職希望してるうちの実際就職できてるのは4年生の間に 36% です。36ということは、残りの 34% は就職したかったけどできずに進学したり、そうです、帰っちゃったり、予告兵不明になったり。ああ、早稲田の？でも、はあ、それ生々しい話ですね。生々しい話。ああ。まあ、そこ、早稲田でもあるんだね。中にはね。大学の機能、まあ、その、ごめん、何千、5000人だっけ、まあ、今、早稲田の留学生、まあ、5000人いたらね、そうです、まあ、1人、2人は、そういう人がいるかもしれない。まあ、ただ、何を言いたいかというと、要は、そういう人たちでさえ、それが現実じゃないですか。現実ですね。現実ですよね。だから、その人たちを、僕ら外国人雇用協議会というのは、もっとちゃんと就職できるような仕組みを作ったり、企業がまだ分かってないから、この、動画を見ていただい
ってる方々は分かってらっしゃる方が多いかもしれないんですけども、一般的な企業の方々はまだまだ外国人雇用のことについて分かってないし、例えば N1、N2 で切っちゃってたりするわけじゃないですか、書類審査で。そうです。 N2 と N1 で、N2 の方が喋ったら全然うまいってことはありますよね。 N1 がなんか取っても日本語できないと思います。いますよね。だから要は N1、N2 で書類で切っちゃってるとかやってる人たちは、ちゃんとその日本語能力試験のことを理解してないわけだし、だから僕ら協議会としてはそういうもんなんですよと。そうです。どうやったら採用できるんですよっていう企業のブラッシュアップと、あともう一つはやっぱり日本にわざわざ来てくれた学生たちのブラッシュアップしようっていうのが、テストをですね、外国人就労適正試験っていうテストを、外国人雇用協議会で作りまして、これテスト、どういうテストかっていうと、先ほど言った日本語能力試験 JLPT って N1 から N5 まであるじゃないですか。そうですね。で N1 持ってても喋れない人もいればいます。 N2 でもすっごい上手い人もいれば、そうです。 N3 でも、おい N1 より上じゃんみたいな人もいるじゃないですか。でそういう、要は日本語能力試験を持ってても実際採用する側はどれぐらい喋れるのか分かんないわけですよ、会ってみないと、うん、だから、大事なことって、あれは国語のテストだから、そうです。日本語の、そうです。だからもっと大事なことは日本の常識とか、そう、日本の常識と、あと日本のコミュニケーションスタイル、うん、これを理解できているのかどうかっていうのを測るテストとして、外国人就労適正試験っていうのもやってたりします、うん。まあ、これ以上話すと長くなると思うのでこの辺で、まあ、いずれにせよまた、外国人雇用協議会はホームページで検索してもらえれば、 JAEFN って検索してもらえれば、ホームページは多分年内中、年明けぐらいにはかっこいいものになると思うのでそれはぜひ確認していただければと思います。